こんにちは、セバです。今回は4月の、ロードマップの更新についてのビデオを作りたいと思います。このアップデートについて、語る前には、ちょっと一番大事なポイントについて、ちょっと、まあ、それを紹介したいと思いますので、それは、ステーキングプールの登録が、できるようになりました。登録してみたいと思うのなら、こういうフォームを記入しないといけないんですけれど、質問として、まあ、数がそんなに多くもないし、そんなに難しくもないので、なんか私、十分に技術的なノウハウを持ってると思うなら、ぜひ登録してみてください。この登録は、メインのネットのステーキングプールの登録じゃなくて、テストネットの、まあ、ステーキングプールであるので、テスティングが終わると、改めて自分のプールを作り直さないといけないので、まあ、ちょっとそれも、考慮しないといけないんですけれど。続いては、まあ、ロードマップに入りましょうか。最初は、取引所の、拡張機能についてのセクションで、これは50%から80%まで上回ってきて、でそれは、まあ、この機能はなんか最近一番なんか、といえばなんか作られてるというか、なんか重視されてる機能であると思うので、それになんか従って、結構余ってきた。なぜかというと、体のには、最近 API が変わってきた。前の API はバージョン0やったんですけれど、最近はバージョン1がリリースされました。そのバージョン1はまだベータ版なんですけれど、いろんな便利な機能とか、より使いやすい機能とか、まあ、いろいろが追加されましたので、その API で何かを作ってみたいと思うなら、ぜひそれをチェックしてください。次は、ログ送信メカニズムのセクションで、で、それは、85%から、100%に上回ってきました。いわゆる、もう完成されまして、で、最近というか、なんか先月にリリースされた、ダイダルスのウォレットをダウンロードしたのならわかると思うんですけれど、問題が起こるときは、ログを送信してくださいというボタンが出てくるので、まあ、それは、その機能に当たるので、まあ、完全にリリースされましたって感じで。で、次は、こういう調査なんですけれど、なんかこの調査は、なんかある意味で、ロードマップとあんまり関係ない。多分なんかたまに自分の調査を、なんか、こういう調査があるってみんなになんか知らせたいと思われてるので、ロードマップに追加されましたって感じやと思うけど、一応フィードバックとかなんか意見とか持ってるなら、ぜひこれをチェックしてください。次は、オロボロスについての、委任機能のセクションで、これはまだ75%のままであって、これが、まあ、ある意味で進んでるよね。なんか、だってステーキング登録ができるようになりましたし、で、コードの面にはあんまり進んでなくても、なんかこういう、まあ、他の面で進んでるので、75%のままであってもまだ大事にされてるって分かっています。次は、マルチシグのセクションで、これは、ま、そのまま35%である。次は、ウォレットバックエンドのセクションで、
で、これも60パンのままです。このセクションは60パンのままなんですけれど、もちろん、ウォレットのバックエンドには、いろんな機能というか、なんかコードが今月で、追加されましたねけど、この60パーは具体的になんかどうやって決められてるというのは私もあまりわからないんです。なぜかというと、なんかこれが100%になると具体的にどういう意味ですかって考えると、なんかウォレットのバックエンドが完成されましたってことに当たらないですよね。だってウォレットのバックエンドは多分これからずっといろいろななんか調整されたりするはずですよね。だから一応これはまだ60%のままなんですけれど、ウォレットのバックエンドは、なんか、についてのデベロップメントはまだ続いてるよね。で、次は、コンセンサスについてのセクションで、これは主になんか、プールと関係あるもんですよね。だってなんかインセンティブだし、手数料とか、それについての研究なので、これは45%から70%まで埋まってきた。で、多分なんかこれで、多分これが一番進まれたというか、なんか大事にされたので、なんか、オロボロスの、パーセントというか、進捗が、進んでいないとしても、なんかその代わりにこれが、進んでいるので、ある意味で、基本的にまだ、進んでいるって感じになりますよね。で、次は、大量子コンピューター、電子証明方式のセクションで、で、これは、まだ、50%のままであります。次は、ライトクライアントのセクションで、これは、そのまま20%であるんだけど、実は、これは、これから、進むと思います。なぜかというと、GitHub には、ライトクライアントの対応についてのドキュメンテーションとか、なんかこれからこれを実装するにはどういうふうに、進んだ方がいいというか、なんかこの機能どうやって取り組んだ方がいいというドキュメンテーションとか、なんか議論とか、なんか最近出ているので、多分なんかこれからこの機能が進んでいくと思います。次は可読性の高いアドレスについてのセクションで、でこれはまだ20%です。次はネットワークについてのセクションで、これも50%なんですけれど、実は技術レポートを見てるなら、このネットワークについての機能とかいっぱい最近追加されてますので、50%のままなんですけど、実はいろいろが追加されてますので、例えばブロックストリーミングとかで、技術レポートを見てみると、いろいろわかると思うんですけれど、進捗は変わってなくても、実は結構いろいろが実装されました。次は投票センターで、これはそのまま20%です。で、次はペーパーウォレットで、それは10%から33%まで上がってきましたんだけど、これは実はなんかもっと進んでるんじゃないと私が思います。なぜかというと、写真からするともう普通に印刷とかできるよね。そしてなんか UI とかも全部もうすでについてるよねって感じで、
そしてあの GitHub にはこの機能なんか完成するには何が必要というなんかチェックリストがある。でそれを見てみるともうほとんど全部がもうなんか完成されたので、なんかもうそろそろなんかまあ次のリリースに追加されるんじゃないと私が思いましたので、あの 33% だけでちょっとびっくりしましたんだけど、まあそんな感じ。次はリリース戦略についてのセクションで、これはそのままあの 50% だけなんですけれど、言いたいのは、これを担当している人はあの変わった。あの前はあのドメイン、コーザーっていう人でしたんだけれど、これからあのジェイコブ・ミッチェルっていう人に担当されるので、具体的にあのそういう、まあ、人が変わったっていうのが、影響を及ぼすかどうかは分からないんですけれど、一応あの、まあ、そういうのがあった。で、あのこれは多分これからもっと、重視されると思うので、多分なんかこの、あの次のロードマップ更新からあの上回るよ、なんか上回ると私が思います。なぜかというと、あのチャールズは、これから、リリースを毎月にさせたいってあの最近言っています。今までのウォレットのリリースとかは、まあ、機能がなんか疲れるとリリースされるって感じなんですけど、多分なんか数ヶ月あのにわったなんかの間にはなんかリリースがないって感じになっているんですけれど、なんかこれからそういうなんかじゃなくて、ちゃんとなんか月に1回リリースしようってなんかまあそういう風になんかやっていきましょうってあのチャールズが言ってるので、でもこれからなんかこれがまあいろんな面であの変わると思います。で、まあ、これはあの前最初紹介 したあのステーキングプールの登録なんですけれど、次はあのレジャーウォレットのセクションで、でこれは 33% に上回ってきました。これの 33% はあの具体的に何に当たるというのは私あまり分からないんですけれど、なぜかというとあの前なんか言ったように、これからライトウォレットがどうやって作ろうというドキュメンテーションが追加されましたよね。でそのドキュメンテーションは実はあのハードウェアウォレットとかにもあの使われているので、なんかその 33% はなんかそういうドキュメントが通るなんか討議とか行われましたからってことか、それともなんかビジネスの面でいろんななんか会議とかが行われたってことにあたるかはなんか私にはわからないんです。その一応あの進んでいる。次はあのサイドチェーンとアカウントモデルで、あの両方はあの 50% に余ってきました。サイドチェーンはあの前 10% だけやったんですけど、結構上回ってきました。でカウンティングモードルは、まあ、25% だったんですけど、50% に上回ってきました。あのそしてこ の, あのセクションには新しいあのペーパーがあの追加されまして、でこのなんかこれは、まあ、2週間前くらいアップされましたんですけれど、またあの会議とかにはあの提供というかなんか見せられてない、単になんかネットにアップされただけで、あのこれから多分なんかいろんな科学者とかの意見であのいろいろは変わっていくと思いますが、まあ、一応あの興味あるのならあのぜひ読んでみてください。で、あのこの2つはある意味でなんかまあ
なんか関連性が多いですね。なぜかというと、このアカウントモデルっていうのは、なんか UTXO とイセリアムの使ってるアカウントベースモデルにはどういうなんか関連性とか、なんかどうやって対応できるとか、まあそういうのについての、研究で、で、サイドチェーンはその研究を使ってサイドチェーンという機能を作るってことですね。で、まあ、なんか多分、なんかその理由で両方は50%に余ってきましたね。で、次はプルータスコアについてのセクションで、で、これは前と同じく、まあ、12%のままなんですけれど、実は進んでるんじゃないと私が思います。なぜかというと、まあ、なんかこの更新というのはビデオが更新されたってことにあたる。で、このビデオの中には、これから、何が完成されたとか、どういう問題に直面してるとかっていうのが紹介される。で、マーローというドメイン固有言語も最近リリースされましたので、まあリリースされましたというか、ベータ版が見えるようになってきましたので、なんかこれで、まあ、進んでるんじゃないって私が思いますので、進捗は12%のままなんですけれど、実は結構進んでるんじゃないと私が思います。で、次は、YELLA という、仮想マシーンについてのセクションで、で、これは、15%から、50%まで、上回ってきまして、で、そして、これについてのビデオも、作られました。で、このセクションは、IoT 系じゃなくて、ランタイムベリフィケーションという、会社に、作られています。なんか契約者みたいな関係として。で、それで、これについて興味があるのなら、ぜひコードとかをチェックしてください。で、最後は、この統合および実装についてのセクションで、で、これはそのまま、まあ、15%なんですけど、なんかこれをするには、なんか前のセクションとかも全部なんか完成されないといけないので、まあ、これが進んでないと、まあ、私はわかります。で、最後にやったのは、まあ、そのテストネットというもので、で、これも実装するには前のセクションも完成されないといけないので、まあ、そのまま50%になっています。で、これで以上なんですけれど、これから、もっと、なんか、カルダノとか、エーダについてのビデオとか、なんか、情報を、まあ、見たいと思ってるなら、ぜひ私のチャンネルに登録してください。私は YouTube だけじゃなくて、Twitter とかにも、まあ、コンテンツとかアップしてるので、ぜひ、YouTube でも、ツイートでもいろんなサイトで私に登録してください。はい。で、これで以上で、次のロードマップが出るようになる、なんか出るまでは、あと25日があるので、また、その時に、私のビデオ見てください。ありがとう。